はい、こんにちは。日本改革特ツアーです。勘太郎様、安尾様、沢村カニ様、沢村ガニクラの、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録もついでによろしくお願いします。自民党総裁選今日公示、将来の総理候補はこちら、高市早苗さん、小泉進次郎、河野太郎、石破茂、茂木幹事長、上川外務大臣、加藤元官房長官、林官房長官、小林鷹之元防衛執政官、史上最多の9人が立候補。残念ながら青山茂春さんは推薦人を用意できずに断念。野田聖子も同様でありました。ちらっと見たんですけど、河野太郎の推薦人に何でもかんでも差別とギャグ切れするエリ・アルフィアが入っておりました。河野太郎が総理にでもなって、エリ・アルフィアが法務大臣とかなしたら何でもかんでもヘイトスピーチとかされちゃって大変なことになるかもしんねえな。高市さん以外正直ろくなのがいませんね。小林鷹之さんちょっとマシって聞くんですけど、なんだか財務能がひどくて、あれだって増税路線だから嫌だっていう人も多いであります。番組にとって最悪総理はもちろん河野太郎ですね。安倍総理も河野だけはダメだ、河野だけはって修理に漏らしていたらしいです。総裁選出馬で注目を浴びた小泉進次郎、過去のですね、65歳から高齢者なんてナンセンス。また古くせえこと言って、ナンセンスって昭和左翼がよく言ってたやつじゃないかな。75歳から高齢者でいいのでは、年金支給開始は80歳からでいいのでは、発言が掘り起こされ炎上しておりました。人生100年時代を初めに提唱したのは私とも言ってる、自称してるみたいであります。誰もがそんなに生きられるわけじゃない。非難豪豪でした。実際ね、100歳以上の人って全国に8万人しかいません。100歳になれる人は全国で、8万人しかいない。ということは 1% で100万人、120万人だから12万で 0.01、0.001% しかいない、100歳以上になれる人。皆さんも私もそうですけど、私は特に難病で、長生きできそうにないんですけど、まあそんな感じなんだろうな。数字知っとくと覚悟できるかもしれないですね。100歳以上になれる人8万人しかいねえ。人生100歳時代、嘘だそんなのって騙されないしください。世論です。議員年金はなんぼもらえる、議員年金廃止すべき。頭空っぽだからどっかで吹き込まれたんだろう、おぼろげながら浮かんできたのか。いいぞ、年金制度廃止しろ、廃止でいいよ、返金よろしく、安楽死を合法化してくれ、貧困高齢者だ溢れ返るぞ、定年も75歳にしてくれよ。確かに今の65歳は若々しい。65歳捕まえて高齢者と呼ぶのはちょっとなーって私も思いますけれども、そのうち70歳から高齢者ね、定年も70歳ねって多分なるでしょうね。磯野波平54歳という驚愕の事実。この頃はあれだったか、定年55歳だったかもしれないね、ひょっとしてね。昔は昔の54歳はあんな感じだった。で、みんな違和感なく見ていたってことは周りもそうだったんでしょう。今の54歳もっとチャラいですよね。けどいきなり75歳から高齢者なっていうのはショック大きいですよ。もっと段階踏まないとさ、73歳からなとか、68歳からなとか細かく刻んでいかないとショック大きい、段階踏まないと混乱するよな。スンズローパーだから分かんないんだろうけどね。年金支給開始は80歳、からっていうスンズロー案に対してですね、私が男性の平均寿命約81歳なんで、80歳から年金支給ってすると半分近い男性もらえませんね。その前にいなくなっちゃいますね。みこしは軽くてパーがいい、パーにも限度があるだろう、限度がと投稿したところ、インプレッション111万、いいね 1.9 万、リツイート5300もらいました。それに寄せられたご意見、暴れたくなってきた。周囲もパーしかおらんのやろ、こいつ絶対に年金の意味や仕組みを分かってないだろう。
みこしが軽すぎて清掃機に届きそう、そのまま行方不明になればいいのに。ウルトラパワー、自分たちがお金に困ってないからこんなアホなことが言える、父親が元気だからって。進次郎の周囲元気な80歳しかいないんすかね。なんかね、弱っちゃってる人、あとあの父親が70代で亡くなったんで、これやられると父親はもらえませんでしたねって投稿もありました。進次郎は年金などもらわなくても裕福な身分だから、こういうことを軽々しく言えるのだろう。こいつのアホは規格外、限界突破の超絶ドアホと。現在の平均寿命、男性 81.09 歳、女性 87.14 歳です。だいぶ開きありますね。6歳以上開きありますね。やっぱ男の方がか弱い、身体的に男の方がか弱いって、いう説あるんですけれども、80歳から子宮だったら男性の半数近くもらう前にいなくなりますね。半分が81歳以上生きて、半分が81歳前に亡くなるから平均が80歳になってるんだろうからね。それが狙いなんすかね。年金は女性だけのための年金でいいってことなのかな。スンズローがこういうこと言ってますね。パワーだしなって思われてて、非難合合に比較的ならないところが河野太郎と違うとこですかね。河野太郎がですね、80歳まで年金払い続けろって発言したら、それこそ火で炙られるんじゃないでしょうか。80歳から支給ってことは、80歳までは払えよってことですもんね。まあ、スンズローちっとも分かってなさそうで、パーだからね。あとは、年金って、意味合い的には、長生きしちゃった時に備える保険です。だから、長生きしちゃわない人は、全然もらえない。もしも間違って長生きしちゃった時に生活困っちゃうから、その時にもらえる保険というのが年金だと私は思っております。だから保険だからさ、俺はいいやっていう選択肢、今年金は払わないで滞納してると差し押さえとか普通に来ます。税金と同じ扱いなんで、年金税って言った方が分かりやすいんじゃねえのかな、なんて思っておりますけれども、証券会社と投資家から最も望まれている次期総理は高市さんでした。株式市場から見て望ましい候補、証券会社と投資家たちの回答がこちらです。高市さん 25%、 証券会社 33%、 投資家1位、進次郎 17%、 11%、小林 6%、 28%、 石破 11%、 8%。 投資家の人気が高いのが高市さんダントツですねと、小林さん 28%、最下位は石破の 8%。 投資家にこいつは株式市場のためにならないって思われてるのが石破と。河野太郎の名前ないんですけど、まあ、県外で載せるほどでも願ったのかな。同調査で証券会社と投資家にですね、当選可能性をそれぞれ聞いてみた結果、証券会社小泉 67%、 石破 13%、 高市さん 8%、 小林さん 0%、 投資家、小泉 90%、 石破 5%、 高市さん 2%、 小林さん 0% という結果になりました。投資家はですね、圧倒的に小泉が次期総理と予想してますね。市場に良い影響を与えるなってほしいなって思ってる総理は高市さんなんですけれども、まあそこはシビアに、でもなりそうなのは小泉って見てるってことですね。世論です。日本終わったな、なんでレジ袋にこんな票が集まるんだ、信じならのならもうおしまいだ、でもテレビのアンケートではいつも石破が1位、普通に考えてこの中で選ぶなら高市さんしか、こうなると岸田の方がマシだったのでは、小泉進次郎総理よりも岸田の方がマシだったのでは石破は金融課税するって言うたからな。進次郎の質は質問の意味を理解しないから意外と長く続くかも。そうなんだよ、終わりなんだよ、困ったもんだ。投資家9割って圧倒的でクソと。投資家は小泉になってほしいではなく、市場にいるのは高市さんって理解しつつ、でも選ばれちゃうのは小泉なんだろうなって9割がそう思ってるってことで、テレビはいつも石破が1位なのにね、
お金にシビアで、あの自分でもいろいろと調べてる投資家は騙されてくれないようですね。野田聖子、今後は小泉候補支援、小泉大変心強い、野田陣営は石破陣営と合流見据えた協議していたが裏切ったって、決選投票になったら石破さん入れますからねみたいなこと言ってたんだろうな石破陣営一緒にやれると信じていたが期待したのがバカだった、怒ってるそうであります。怒ってるんだって。世論です。ゲルが聖子に裏切られたのね。石破本当に人望ないな。常に背中から他人を刺してきた石破が、今回はあの自分が背中から刺されたみたいですね。会社にもこういう人望ないやついるよ。勝手に信じて勝手に怒ってんだろ。勝ち馬に乗っておこぼれもらう方が得だし、野田聖子は他にですね、石破と進次郎だったら進次郎和代なって見切って意思表明しただけですね。マキャベッリ、どっちと組むかはなるはやで鮮明にせよ。遅れれば勝った側から軽視され、負けた側から恨まれると。勝った側様子見しやがって、負けた側もっと早く味方してくれればということらしいですね。勝った側っていうのは自分が味方した側が勝った場合、自分も勝った場合でも勝っても様子見しやがって、あの軽く見られる、扱いが雑になる。自分が味方した方が負けた場合、つまり自分も負けた場合、もっと早く味方してくれたら勝てたんじゃないの、恨まれるということらしいんですけどね。これ君主論です。なのであの野田陣営の表明は政治家としては正しいですね。これで石破が勝ったら野田陣営は3年間は冷や飯食いだから、まあ、結構な博打ですよ。決断できたんだが、なんか材料あったかでしょうね。テレビ局からいつもあの石破さん1位なんですけどあれ嘘なんですよで、あの教えてもらったとかね。石破人望ない、テレビがいくら持ち上げても、まあ、これが現実ですね。背中から刺されてざまー。応援してくれた自民と維新に辞職要求された斉藤元彦、記者会見で泣く。記者、今の涙は国活者が亡くなったことへの後悔の涙か。斉藤、自民と維新に対してです。憎悪で思わず涙が出てしまった、あーみたいになります。きっぱり言ってました、違いますって。世論です。サイコパスってすごいな、つまりかわいそうな自分に対してだろ。怖いよこいつ、自民と維新にいじめられる俺かわいそう、よく見ておけ、これが本物のサイコパスだ。聞き手が望む答えは絶対にしないまん。自殺した職員のプライベートを周囲にばらまいてって言うけど、家族へ手を出すという脅しとも取れるよな。脳科学者がコメントしてたけど、精神的におかしいとかプライドが高くて非を認めないのではなく、そもそも脳の特定領域に感性の欠落があるようで何を言っても無駄なんだそうだ。自民と維新名辞職要求しやがって、なんてかわいそうな俺、ギャオーン。亡くなった方への涙、違います、真顔脳科学者の中野信子さん、脳の特定領域に異常があり、特定の感性が欠落している、感性が欠落している、つまり良心欠落、同情心欠落、遺族に申し訳ないなって、気持ち欠落、同義心もわからないって言ってたから欠落。こいつね、あのもらえるものは何でももらって独り占めって物欲を抑制する機能も欠落してるでしょ多分。議員全員にやめろって要求されてですね、不信任案も全会一致で可決しそうなんですけど、そうなった場合ですね、あの知事だの市長は辞職か議会解散を選べます。今まで不信任突きつけられて、解散を選んだ市長は存在しないそうです。そんなことした知事や市長はいないそうであります。今までできるとはなってるけど、ガチの異常者ですからねこいつね。史上初が見られるかもしれません。史上初不信任案可決されて議会解散っていう史上初の快挙ですよね。もしなったら、そういえばあの現職大臣が一般民間人をですね、民事の名誉毀損で訴えたのも日本史上初なんですよね。河野太郎も斉藤元彦並みの異常者かもしれないですね。河野の弁護士は
そんなことした大臣いませんよ、史上初って知らずに止めなかったのかな、そんなことした現職大臣いないっていうのを知らなかったんですかね、それとも止めても太郎が聞かなかったのか、異常者ってね、見てる分には面白いんですけど、関わっちゃうとめんどくさいですよね、ターゲットになっちゃうとね、訴えられると何かと金と時間かかりまくります、手間暇も大変です、今日の単身です。マイナカードと運転免許証の一体化を25年3月から開始すると発表。一体化せず免許は免許で持ち続けてもいい、それでも OK だそうであります。だがその場合はですね、引っ越しした時に役所と警察それぞれに変更届に行かなきゃいけない。マイナ保険証、免許証なら役所だけで済む。役所から警察に連絡が行くそうであります。マイナカードをスマホに搭載するという話もあったんで、免許、運転免許もスマホに乗るようになるんでしょうね。これますますスマホなくしたらまずい、命取りなことに、命の次にスマホが大事ってなっちゃいますね。これトランプ・ハリス討論を見た、玉川徹、ハリスが勝つ断言。お前に言われてもな、何の影響もないな、霊障を浴びておりました。日本のテレビがですね、初の女性大統領か、騒がない騒げないのはですね、騒げば我が国も初の女性総理か、高市さんに注目と期待が集まっちゃうんですね。だから騒げない。テレビ新聞と外国人界隈は高市さんだけはいいや、石破か河野がいい、パーの小泉でもかって思ってることでしょうね。意識調査、電気自動車にしようと思ったこともない8割超え。世界中のマスゴミが必死で中国製を宣伝しても笛吹けど踊らずと。充電場所もどこにあるかわからんし、日産のは家庭で充電できるんでしたっけ、コンセントで。近所しか行かないとなら、選択肢もありますけれども、電力放出、バッテリーから電力を放出するっていう反応もですね、化学反応なので冬場はバッテリーが機能低下するそうであります。つまり力が落ちるんだって、出力が。これサバゲーやってる人、電動ガンなんてのありまして、サバゲーやってる人は詳しいんですけれども、麻布獣医大学でですね、あらゆる化学反応は10度上がるごとに速度が2倍になるって、教授が言ってましたけど、これって本当でした？文章では私見たことなくてね。だからですね、30度温度が上がると速度が8倍になるんですよ。20度下がると速度が4分の1、2の累乗になっていきますんで、冬場立ち往生しちゃう電気自動車、真冬に立ち往生とか、あと暖房も効かなくなっちゃうんで命取りですよね。北欧とかではどうなんだろう、電気自動車売れてんのかね、ちょっとわかんないですけど、ボルボが電気自動車を 100% にするっつうのやめますって発表になってましたけどね。というわけで、明日はそれぞれの総裁候補の推薦人について、見ていこうと思っております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。